これはまあ,あの解消したんですけども来清徳さん、まあ、課題も多く,多くありますね彼のそういう手腕がですね期待されるところだと思います、うん、総統選挙では来清徳さんが、まあ、私も多分皆さんも応援してくれていた来清徳さんが解消したと。 といいうことでだいたいま予想通りの勝利というふうに言えると思いますで、えー、これはまあ,あの解消したんですけども来生徳さんまあ課題も多くありますね、えー、ということは113議席ある、うん、台湾の国会これは立法院といいますがこの立法院で51議席しか取れなかったんですね前61議席だから10 えー、10議席減らしちゃった、これは前の時にもうすごいブームがあって、ですね、えーまあ、あの特に香港問題ですね、えー、香港問題で、えー、香港があれだけ弾圧されているというのを見て、もう一国二制度、チャイナとの統一はないよということで、民進党のはっきりした独立維持路線の方がいいよということで、えー、800万票以上取って、蔡英文さんが大勝いたしました。 えー、2期目の選挙だったわけですけどね。で、えー、彼女は元来すごく地味な人で、あんまりカリスマ性とかない方なんですね。えー、私もリポインの議員やってる時にお会いしましたけども、いかにもそのブレーン、学者、 という感じで政治家という感じではなかった方なんですけども非常に地味な方なんですけどもその後民進党のトップになってですねもう崩れかけていた民進党を地方組織から立て直してそして非常に人気のある政治家になりました、まあ、彼女の猫を可愛がっていてですね2匹自分の飼い猫なんかをですね選挙カンペーンもですね で、えー、これはもうアニメ化して、えー、出すとかですね、なかなかそこら辺の猫戦略もうまかったんだと思いますけれども、えーまあ、彼女がそういう非常に地味だった人がですね、一種そのカリスマ性が出てきて、そして香港問題と相まって、えー、史上最高の大勝利を遂げたと、勝ち取ったというのが、まあ、前回のうん選挙だったんですね。それに比べるとちょっと票数が 落ちているように見えカブンテスさんという第3の候補が出たということが大きかったんですけどねしかし、問題はやはりその勝つことは勝ったけれども立法院で法律が通らないとですね思うような政治ができないということですね。これ安全保障の問題外交の問問題題外交については アメリカの大統領同様に台湾の総統は非常に強いですしかし例えばアメリカからもっと高度な高い兵器を買いますよと言ってもこれ予算を立法院で通してくれないとどうしようもないですよねその点でですね国民党が1議席多い52議席持ってるんですよね今回そしてカ・ブンテツさんのところは第三党がですね民衆党が8議席持ってるんです ですから、なんとかこの8議席を抱き込めばです、ね、事実上の連立みたいな形になれば59議席だから113議席の過半数を上回ることができると最もっともカブンテさんの方も国民党やさらにその背後にいる中国共産党の方からいろんなオファーを受けて民進党を妨害しろとそしたらいろんな経済利権をやるよと言われているでしょうから。 うん、こちら側になびくとは限らない。しかし、まあ、政権を取っている党ですから、様々な、まあ、網をしゃべらせることもできると思うんですね。カブンテツさんの党に。これはな合法的にですね。例えば、カブンテツさんを大臣として、えー、このお、閣内に入れる。うん、そして、えー、立法院では協力してもらうと。まあ、事実上のお連立政権に近いようなこともできるかも。 知れません。まあそこら辺、カムンテツさんが自分たちの八議席をいかにうまく売るかというようなところになってくるので、えー、ここら辺はですね、憲法実策も含めて、来政徳さんの手腕ですね、えー、これが大いに、いに期待されるところです。で、雷政徳という人は、蔡英文なんかと違って、ずっと地方政治からですね、 えー、コツコツとやって、えー、そして、まあ、出世してきた人、叩き上げ派なんですよね。えー、お医者さんなんですけど、元の仕事は、初め医学部に入ることができなくて、えー、それでまた再受験して医学部に入ってですね、確か初め看護師さんの学校だったかななんか行っててですね、看護師の学校行ってて、それからまた再受験して、えー、そしてお医者さんになったという方です。えー、地味ですけど、大変な努力家ですし、まあ、 えー、世情といいますかですね、えーまあよ、世の中の人情の機微というものはですね、私はむしろ蔡英文さんなんかより分かってるんじゃないかと思います。地方政治の実情も非常によく知っております。まあそう,、まあ、そういうところでですね、まあ彼のそういう手腕がですね、期待されるところだと思います。うんえー、それからもう一つはですね、えー、これはもう明確な独立維持派は来世徳さんしかいない。他の二人は腹の中では親中派ですね。 統一にに道を譲ろううというふうに考えている人たちですしかし表向き言っていることを見ますとこの他の2人もコウユさんも岡文哲さんもん大陸、大陸チャイナと中華人民共和国と統一すべきだ我々は併合されるべきだそ,そっちの方に明るい未来があるんだという話はです、ね、絶対できなかったんですね。 っは台湾国民の多くがもう香港の未来も見ておりますし、だから現在のチャイナの経済がもう落ち目だということもはっきり見てるんですね。2000年当時だったらですね、チャイナと一緒になった方が経済的にいいんじゃないかと、そういう経済優先の考え方もあったと思います。しかし、今はチャイナのこの大構造不況に巻き込まれるなんてバカバカしい。そんなことはしたくない。しかも、それにですね、加えて言論の自由、 民主政治というものも全部失われてしまうと。ただ、こんなバカな話はないというんで、まあ有限者の大部分はこれはもうチャイナとの統一になっていうことでは台湾人は幸せになれないとい、まあ、うことは分かってるんですね。えー、ですからこの二人の隠れ親中派の候補もですね、はっきりとチャイナとの統一ということについては言えなかったということなんですよね。 選挙の直前にですね、まあちょっとお面白いですね、えー、事件があったわけです。えー、まあ永久ですね、まあ埋まったかくですね、まあ永久、えー、前のこれは国民党ので相当二期8年やった方ですが、この人は大変な統一派なんですね。この人が、あこれはドイツベレというですね、ドイ,ドイツの公共放送、 のインタビューに答えて、えー、習近平をあの信頼しなければいけないというふうに1月8日に言ったんですね。えー、したら、すごいあの反発が台湾の中で起きまして、こういう国民党候補もですね、いや、はっきりと前駅は間違っているとは言わなかったんだけども、うん、この、うん、前駅さんと全て考えが同じわけではないと言ったんですね。 そして、この投票日、前日1月12日の夜にやった、えー、国民党の最後の大集会、これに招待しなかったんですね、前駅をさんは。本来は、党の大先輩であるし、相当2期8年もやった方なんですから、お招きして激励の言葉をもらわなきゃいけないんだけど、これは反発強すぎるから、これを呼んだら票を減らしちゃうなと思って、呼ばなかったというぐらい、もう本当の意味の統一派っていうのは、台湾にはほとんどいないんですね。 ただ、ただこの2位と3位になった2人の候補は言葉をごまかしていると、言葉をごまかしてです、ね、えー、本音は、えー、チャイナとの統一を考えている、台湾の併合を考えているんだけど、それについては、しかし言えなかったと、と言えなかったということが非常に大事だと思います。